まあ、キモニです。あれ、相変わらず、この波打ってるね、この、なんだっけ。出てこない。本当に覚えられない、この単語。この単語が全然出てこない。フリッカーや、そう。カタカナが全然頭の中に入ってこへん。まあ、漢字でも入ってこないと思う。今回私が食べる、こちら、トロリのサワーオクトパスでございます。いいですね、こういう外国のね、この感じ。たまに見てみたいよね、こういうデザインね。いろんな人のデザインを見ないとね、面白くないというか、いい発想が出てこないですか。トローリっていうね、会社名があるそうです。で、原産国はスペインで、ま、トローリがスペインだとは言ってないけどね。どこにそういうの書いてある。もう、今ね、お腹減ってるからね、とにかく食べさせてくれ。グルコシロップ、まあね、いろいろとね、あるかと思うけど、なんで俺これ買ったのって、俺はその添加物を嫌いとか言ってるんやけどな、幸せが欲しいね。幸せが食べたいね、俺は。で、こう、さ、管理会社うるさいからってね、今、もう、仕方なく、わざわざ私が、電話とかいろいろ頑張ってるわけやん。疲れるね。もう、そもそもこんなことで手間取らすなってことやねんけど、頭使うとね、エネルギーが使われるでしょ。とにかくね、そういう時には、糖分が必要になってくるんで、糖分を手に入れますか。よいしょ。みんなこういうのってさ、どのくらいの量食べるの？これ一袋、これ、ね、100g なんですけども。どうやってこれ保存する？これみんな。でね、グミってさ、こう開けて冷蔵庫で保存するとカッチカチになるんやけど、これ、冷蔵、涼しい場所でって書いてあるよね。要冷蔵とも言っていないってやつだよね、これは。硬くなるんですよね。でも夏はさ、置いとけへんね。蒸しもってあるんですけども、グミって溶けちゃうわけよ。食べよう。好き。こういう、えぐい柄好き。写真撮りたいな。撮れへんか。今撮れてるかな、写真。ちょっとラグったけど。いいですね。特にこれ味はついてないっぽいです。色だけっぽいです。まあ、なんか高くなってしまうんで、これドンキで売ってました。安めでしたね。そういう場合があるんですよね、たまに。で、俺もそんな、グミを買いにって思ってへんね。なんか、あ、これ、オクトパスやったらよく見た。なんかちょっと虫に見えたけど、これが、上側ですね。こうじゃない、こうやな。たまにカゴでね、いっぱい売ってたりする。それでね、おってなって買ってるだけなんで、いらもん買う。まあ、ね、そういうの、一期一会でいいんじゃないですか。なんか見ててこう幸せや、虹色で。こういう使い方は正しいと思うねんな。正しくない使い方はね、やっぱり本物に似せようとして、色をつけるみたいな。俺、それ好きじゃないわ。要は偽物やんか。で、これは偽物とかないやん、そういう概念が。で、これがさ、色が、何やろうな、透明だと面白くないんですよね。こういう、まあ、面白い感じのグミを作ろうっていうコンセプトか知らんけど、作るとするやん。色をつけない。面白くないんですよ。これはね、面白いの作ろうっていう意図で作ってると思うんですよね。そういう使い方はね、人を幸せにする使い方なんですよ。まあ、安全かどうかはね、安全な、俺もね、安全なものを、できるだけね、作ってほしいと思うんですけど、まあ、無理な場合は仕方ないのかなって思うんだけどね。いただきます。この砂糖みたいなのがまた、いいじゃん。ね、入るデザインというか、美味しそうってなるよね。酸っぱい、多分酸っぱいやつ、いただきます。グミがでかいな、これ、一つが。酸っぱい、これ。サワーって書いてありますからね。ただ基本的にクエン酸とかかな。あ、クエン酸、カルシウムって書いてありますね。でしょうね。俺の人生には色がないんだよ。色をつけさせてくれないか。この全く色のない世界に。みんなに俺が色を取られてしまった。取り戻さないとな、その分。
俺から色を奪ってったやつを許さんぞ。より一層がっつり奪い返す。覚えたっけ。利子が発生してんの、利子が。その分耳揃えて返してもらいますからね。ほんま俺は虹色の存在やった。そんなに優しさ振りまいてやったら付け上がりやがって、全部取り寄った俺から色。クソどもが許さねえ。うまっ。口の中が全部サバになるしまう。これはね、ちょっとずつ食べるっていうのはダメです。もう一匹ずつ食うのが一番幸せだと思います。いや、一日一匹でいいんで。足一本、ゲソ一本でやってるとね、ちょっと悲しいかな。一つ全部丸々食えるんだっていうのが一番幸せなんだと思うぞ。これの一番幸せな食い方は。うわー、すげえ、すげえ。あ、出てしまう。入るな。これ何個ぐらいあるんだろうね。まあ、100グラムね、それなりに楽しめるってやつね。一日一匹ずつって考えると。生えるなー、これ。すごい色。青と黄色と。真ん中は常に藍色とか、濃いめの方なんかな。オクトパス感。これこうじゃない？まあ、ちょっと作りにくいな、立体にするとなるとね。よいしょ。にゃこれ立ちそうにないな。ちょっとさ、俺思ったわけよ。これオクトパスというかスパイダーやなって。ちょっと雲っぽいなって思ったわけよ。オクトパス。タコって脳がいっぱいあるらしいよ。足のところに脳があるらしいよ。だから、8個。どんなさ、感じなんやろね。脳が8個あるとか、ね。足一つ一つが勝手に動くんですよ。どういうことをってなるような。感覚わからへんよな。人間この目が2つやんか。目が1つのやつの感覚わかるやん。で、目が8個ついてるやつとか、わからへんやん、感覚が。どんな感じなんや。目が後ろについてるやつってどう見えるんかなってならへん。ね。頭の中ちゃんと処理できるんやろうかってなりますよね。我々、目が前側にしかついてないから。言っても目は二つあるんやけどもね。だから目が一つで生まれてきた人はね、目が二つある人の感覚がわからないんですよね。と思うんですよ。感想を聞いてみたら目が一つしかない。何やそれって。こう、目が一つの人こうやんか。で、二つの人はこう重なってんねん。じゃ重なってるとこどう見えてんのかってこうやねんな。ってことは、360度、目がついてる人はこうなってるってことこれ。後ろもこう延長続きでみたいな。わけわかんないね。てか逆に言えば、なんで後ろに目はないんでしょうかね。出た。我々人間は前を向くために目は前にあるんやって。うるせえわ、アホ。まあ、そういう、さ、なんか哲学を超えて、スピリチュアルでもないよ。ただの、なんかなんやろうね。励ましの言葉みたいな、ね、学術的な考えじゃないやつやんか、それって。俺が聞きたいのそうじゃなくて、普通に、ね、これは何学なんやろうね、これは。構造学だったり、生物学だったり、理論。まあ、この世界の、なんか、話やねんけど、当てはめるの難しいね、そういうのは。なんて言うんでしょうね。まあ、必然的なものかもしれない。で、あと、見た目やな。割と人間っていうのは見た目に特化してますよね。最初は毛が生えてきたけど、まあ、毛がもさもさよりかはって、選択的に遺伝的に勝手にね、毛がない方がいいよねっていうのは自然淘汰的になっていって、でもまだ残ってる毛があるやん、頭の上の毛とかね。どうなんでしょうか。だから今後100年200年後は頭の毛がない人が来るのか。やっぱり毛もね、美しさの一つなんで、頭の毛に関してはね、自然淘汰として消えないのか。脇毛とかは消えそうだと思うんですけど、あれは機能的な毛なんでしょうね。で、あと下の毛、あれいらないでしょ。あれ、まあ、他の動画でまた言うと思うんですけど、一番いらないけど、あれ、いるからな。あれはだからその生物学的に見るとね、自分が成熟してるかどうか表すものなんでしょうね。そういう、まあ、役割を持ったやつ。機能、その体として必要かっていうわけじゃない。まつ毛とかはいるやん、機能として。下の毛なんてさ、いらないやん。多分そこだけやと思うね、あれは。名残みたいな感じでね。確かにその赤ちゃんはないやんか。でも赤ちゃんでも、なんやろ、毛はあるやん、頭、うっすらやけどね。あと、まつげだというか。
そういった違いなんやろな。同じ系であっても。何の話してるんでしょうね。というわけで、皆さんもですね、こういう、ちょっとね、幸せが足りないとか、色が足りない、なんかつまんない人生だなって思ってきたら、俺すごいストイックやから、こういうのあまり買わへん人やねんか。まあ、だからこそこういう鬱な気持ちになってしまうのかもしれない。でも鬱になるやん。管理会社ですら、俺に迷惑かけてくるとか、ほんとふざけんじゃねえってやつでしょ、そりゃ。クソどうでもいいモブキャラまでも、俺に舐めてかかってくるんやで。想像してみて、考えてみて、みんな考えてほしいね。頭使ってほしいね。他人事やと思わずにね。そんな他人事ばっか考えてるとね、死後も、あなた、私になってしまうよ。私みたいな人生で生まれてこさせられちゃうかもよ。考えてください。そしたらね、来世でもいい身分につけるんじゃないですか？知らないですけど。さすがにね、適当にやってるやつは適当な未来に行き着くんですよ。どうあがいてもやっぱり。それがその人にとっての、ある意味、いい世界なのかもしれないしね。なのでね、やっぱ頑張った人にはね、それなりに頑張った世界がやってくるんですよ。まあ、それが、その人がね、あんまりいい世界だと思ってないのかもしれない。で、他からしたら、うわ、羨ましいってなるのかもしれないけどね、それはね、謎ですね。難しいですね。というわけで、お菓子っていうのは、人を幸せにしないといけない役割を持った食べ物かなと俺思ってるんですよね。みんなにもね、幸せを与えてください。お菓子ってそういう意味だと思うんですよね。贅沢というか、まあ、食わなくても生きていけるものではあるんだけどもね。それだったらじゃああなたはずっと毎日白いご飯だけで食っていきますよね。水だけで食っていきますよねってなりますからね。じゃあなんでみんなはそうしないのってことでしょう。例えば栄養が完全にそれでね、足りるとなったとしても、多分あなたは、白いご飯だけで済まさないと思う。まあ、ある意味それが人間ですからね。で、他の動物はね、同じものばっか取るでしょ、基本は。それは、仕方ないんですよ。で、他取ったら、体にとっては毒かもしれないですからね。他の動物にとっては毒じゃなかったものであったとしても。要はね、ずっと遺伝的にそれを食い続けてきた動物じゃないからね、それは仕方ないんですよね。で、あと、そういう考えがないってやつやな。クマも、人を食うだとか言われてるけど、人を食ったことがないクマはやはり人を食わないんですよね。なぜって、まあ、食う必要性はないじゃないですか。他に食べ物いっぱいあったとしたら。意外と葉っぱとか食べるんですけどね、あいつは。枝だとか、その辺の、葉っぱ。パンダだ。パンダ。あいつはね、あれに関しては笹しかなかったから食うものが、もうあれを食うしかないってなってるだけだと思うんですよ。悲しき存在です、あれは。多分絶滅します。人間いなくなってあいつは絶滅するのは必須なんでね、仕方ないです。今、人間がね、買うことによってあいつは、本来絶滅の道であった道から逸れてるんですけども。なんて言うんだっけ。延命されてるだけなんですよ。悲しき存在です。まあ、しゃあないよ。だって、周りに食い物なかったらね、それでも、やはり食っていかないとやっていけないってやつなんでね。で、そんな中でね、じゃあなんで人間はこんなのを作るかっていうと、作ることができる人やし、まあ楽しむっていう、生きるため以外の存在を持ってるんですよね。楽しむっていうことができる動物だと思うんですよ。なかなか動物でそういうことができるのはいないと思います。生きるか、それ以外かなのでね。まあ、知能がちょっと高いってやつかな。ちょっと高いとそういう思考が出てくるんやろな。余裕やな。強者の余裕ってやつね。やはり人間は、このレベルが低い動物どもの中から、すると、秀でてね、この星の頂上に君臨する存在である、と呼べるのかもしれないですね。まあでも他の星から見てもらうと人間なんてね、もう虫けらレベルだと思いますよ。まあ、未だこのレベルですからね、正直。他の星の奴らなんてね、だから、もう、こう、栄養をね、命を奪って取る必要性すらないんですよ。そんな低次元の存在じゃないので、しなくてもいいので。我々の想像できることを超えてます。ミジンコが人間のね、レベルを測ることはできない。想像できないんです。我々もね、宇宙人を想像することができないんです。所詮その程度の知能しかないのでね。仕方ないよね。そのね、
肉体で生まれてきてしまったわけで、どれだけね、考えて勉強しろ、勉強しろ、勉強しました。だからといって、宇宙人には勝てないんです。エイリアン、オクトパス。オクトパスはエイリアンなのか知らないですけどね。なんか想像でね、あのタコみたいなのありますけど、実際にタコみたいなの見たことあるんですかね。あれなんでタコみたいなのなんでしょうね。あの、絵文字とかでもあるやん。インベーダーゲームのあれもやけど、なんでタコみたいなんだろう。ね、ちょっと疑問になるよね。おそらく、全く理解できない形の存在としてタコが挙げられるんでしょうね。不思議やん。タコってさ、歩き方も不思議じゃないですか。他の生物だったら、大体想像つくんですよね。魚だったら、シュワシュワシュワってなって、人やったら、まあ、二足歩行か。タコってどう歩くのって思いません？ね。全部が、ぐにゃぐにゃしてるんですよ。不思議ですね、こいつは。以上です。俺にもっと知能があれば、エイリアン並みの知能があればね、全員人間をひれ伏さすことができるんやろうけどね。奪われちゃった。誰に奪われたの？それすら忘れた。どうすればいいんだ、俺は。とりあえずグミ食べよう。